立ちこんぬ。立ちこんぬ。はいはいはい。何事もなかった。なんかそんな対応されるとこっちも考えなきゃいけない。対応って対応なんだろうね。はいはいはい。お疲れ様です。久しぶりかも。なんか本気で。なんか今週は2週連続なので。確かにね。なんかあれやな。キンキンな感じやな。スンスンって感じ。いやっていうよりはヒュースンって感じ。どっちでもいいわということでね、ハウンドどっちでもいいわ。え、ハウンドドッグの話。ハウンドドッグ、わあ。それはバカにすぎる。それはさすがに。ただの狼みたいな。ブーやん。とっさにメロディーがちょっと一応浮かばなくて、なんかうーって言えばなんかハウンドドッグっぽくなんか。まあドッグだからね、うん。ハウンドドッグですから。スーパーバタードッグですからね。スーパーバタードッグが、うん、もういい曲で作るよ。さっきケバブサラダ食べたのにケバブ食べた、うん、ケバブに溜まってんだろうね、うん、1個がでけえな、今一差しでいこうと思ってんだろう、そんな入ってないね、しかも、うん、なんかちょうどいい、はい、ということで今日は、うん、まあケバブじゃないですけどバンボブチキンやりましたけど、ただの本立てじゃない今日はケバブです、うん、いかがでしたか今日バンブでしょ、バンブ、じゃあ次の曲どうします？おいおいおい、ああまだ早いか、語ろうといてたから、うん、いやなんかあれだね、イントロの話もうイントロで尽きるんだけど、うん、あの別にパクってるわけではないんだ、パクってるわけじゃない、マジでそう、ただギターがアルペジオ、高なんかちょっとしたアルペジオで、うん、でドラムがドッドッやると、うん、でハッとね、うん、もうそれはロストマンになってしまうっていうのが、ロストマン気づいたろうだよ、もう気づいちゃった、うん、でも別にこれパクリではないんだよね、そう全然パクリじゃない、そうパクリってのは要はメロディーだから、うん、でアレンジに関して言ったらそんなこと言ったらカノン進行は全部そうだ ね、うん、ってなるから、でもやれない、俺はまあだからこのデントモの企画だったからやれたけど、うん、他の現場ではちょっとやれないね、やれない、多分最初をやったとして、あっこれはここまでロストマンになってしまうんだってなってしまって変えると思うぐらい、ロストマンのあのイントロはもうロストマン唯一無二っていうのが分かりました、ありがとうございます、ありがとうデントマン今日学びは、うん、前ね同じようなことあったんだよ、 It's my life バウバウ、確かにあれも、うん、あれやっちゃうと別に、うん、まああんなダンダンなんだからパクリでもなんでもないんだけど、うん、もうなってしまうからやんないっていうのが、フライデーね、あそう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 、なんか今回それに近いものを知ったね、うん、でアルペジオなんか結構なんだろうね、緻密なアルペジオみたいなのがなんか楽しいね、うん、作ってて確かに、うん、もう今日なんか初めて聞いた時に、うん、まあ A メロまではまあロストマン、うん、なんだけど B メロからのバンプ感がすごかったねB メロバンプっぽいと思って、あ確かにロストマンはもうイントロでやり終えてるから、うん、もうそれ以降は逆にロストマンに行かないようにして、はいはいはい、だから俺の中で、まあまあ天体観測はちょっとあったけど、でもなんかあんまりそのこの曲っていうのはあんま決めなくて、うん、なんとなく、まあ、あとドラムの動画ずっと見てたから、はいはい、あの人の癖みたいなのを盗んで、うん、なるほどね、今日はドラムは本当にね結構シンプル、タカシャーンね、そう、まあタッタカジャーンとかはもう あるし、あとなんかタムとかもあんまりなんかやらずに結構簡単な感じとか、うん、なんかあとまあいろいろ、まあライドも一回だけちょっと使ったけど、はいはい、あんまライドのイメージがなかったから、なるほどね、うん、ライドない。で、あとベースがね、うん、あれらしいよ。俺ら最初さ、あんまベース動かないね、みたいな感じだったけど、うん、まあ、ウィキペディアもいろいろ見てたら、やっぱり、過去、一番その、だからね、売れ始めた時とか、はいはい、は、やっぱベース結構動いてるっていう見解が、ウィキペディアに載ってて。へー、だから、あの、天体観測もさ、うん、動いてたね、ベースだと思ってなかったけど、うん、あ、ベースそういえば動いてるみたいな。うん、で、そっから一回落ち着いたらしいの。はいはい。で、また最近近年、またベースが動き始めてみたいな感じだったよ。だから、まあ、要所要所ベースは結構動かしたりとか。よいしょよいしょせいやってことってことで。うん、
上かな。なるほどね。もう今ドラムベースギター全部いったもん。いったね、うん、今日あとでもねサビでね、うん、実はちょっと隠し味的に、うん、チョコレート入れた。甘くなるね。まあカレーだったらいい感じで、ね、うん、が出たり、うん、まあ同じようなことそうチョコレート入れました。なんだよ言ってよ。でティンパニなんだけど、まあ、チョコレートもティンパニも同じようなもんだから、ティンパニ入ってたんだ。ティンパニとシンバルを入れて、うん、れシンバルってこれ、うん、それね。これ入れて、うん、まあ、あと本当にあとはもうなんかシンプルだったな。まあアルペジオがめっちゃ入ってる、うん、想像でするぐらいのアルペジオが入ってる。だって今日一回あのケバブ買いに行ってるとき、うん、2分以上ずっと同じアルペジオだったし、ね、まああれ以外のアルペジオも入ってる。なるほど、うん、っていう感じです。オケに関しては。なるほど。どう、どうでしたか。歌と、うん、まあ歌詞とメロディーだね、うん、そうだね、うん、いや難しかった。お、うん、で次の曲どうする。うっそー。なんかもう吐き捨てるかのように。嘘嘘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 だね。嘘今日 初のこれもこれ使った。あ、これ使った。これはねすごく良かったよ。あのあれ派遣見えないから俺はやりづらかったけど、あぐらいだな。まあこれに関してはね、うん、まあ、メロはねこの中にこいつを入れればいいんだけど。あ、そうだね、あの的なやつを、ね、うん、デュアルにすればいいね、うん、でも、うん、今日はね、うん、難かった難かったんだけど、うん、何がむずいって、うん、あの好きだからメロ知りすぎてる。あ、だからそのバンプを作るっていう頭とバンプっぽい感じで作られるとバンプに行きたくなっちゃうよね、うん、勝手に、うん、だから結構あのまあもちろんその始まり出だしサビの出だしとかは絶対真似しないようにはするじゃん、うん、だからその流れでさバーって書いてきて、あ、これ天体観測じゃんってなったりとかっていうのはめっちゃ怒って今日は、だからそれをこうじゃあ違う方向に行くにはどうしたらいいかなっていうのが結構むずかった。だからメロが出てこないんじゃなくて方向転換がむずいみたいな。あ、もうそれが頭に染み込んじゃってるからさ、もうバンプの音として、だそこがむずかったなぁとは思うね。でもね、一番難かったのは歌じゃない、うん、あ 歌う方歌の、うん、単純にその、まあ、藤くんらしさとふさくんらしさの、うん、確かにね、難しい、なんか、うん、どっちをどんだけ取ればいいの。まあでも低音のところが結局結構、まあそうだね、最初ね、最初の、うん、まあもうサビとかの高さになるとまあ普通に確かに、そもそもなんていうか真似するっていうのがまず難しいし、難しいね、うん、チューブぐらいね、あの特徴的だったらいけんだけど、うん、歌もね、どうだろう、でもまあそのいつもより低いから、うん、歌いやすくはあったんだよね、うん、だけどあの、ね、専門学校入りたての時じゃないけどさ、自分の癖消す作業みたいなの、あ、いや、はいはい、あれが久々にやったから結構むずいなって思う。そのなんていうの、ノリを出したいからさ、ニュートラルのところに一回持ってくやつね、わーってこう歌いたいんだけど、考えなさすぎて歌うと癖出ちゃうから、うん、結構そのどっかで癖をなくそうっていう頭の中でちゃんとこう歌詞を見ながら歌わなきゃいけないっていうのを久々にやったから、うん、結構そこはむずいなと思いつつやってた。だから自分で気づいてたし、あーまた出たとか言って歌いながら俺の悪い何かが出てしまった、うん、はい、なるほど ね、 ね、でまあ詞はね、うん、結構ねあのちゃんとバンプっぽく書いたんだよね、実は。星降りだったっけ、星のなんとかだね、星の瞬き、うん、なんか星結構使うよね、星も使うし、あのねバンプはね対比をするんですよ、うん、あの見えないものを見ようとするとか、はい、その見えないっつってんのに見るんよねとかがあるから、そのなあの消えない足跡と消える未来を比較してたりとか、ほうほうほう、とかそういうなんかそれっぽいことをやってる、うん、バンプがやってる技法みたいのを使ってる。あ、バンプ技法、そう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 、確かに。とかなんかあの、まあ、これサイトに載ってたんだけど研究してる、うん、なんか外しって言われるものがあるらしくて、歌詞、うん、止まない雨はって言われたらないっていう、あ、それがあるよねっていう方に行くのが外しね。だからなんかその聞く側がさ予想できることを裏切るっていう、うん、はいはい、外す、そう、外すっていうのもあるっぽいから、それを
意識はしたんだけど、うん、基本的に予想できるようなことを書かんから、うん、あんまりそれが表されてるかわかんないけど、うん、意識はしたって感じ。考察してる人のタイプがそうそうそう、うん、そういうのがあって、そこはみんな、あ、でも確かになと思いながら、うん、なるほど。あとはね、その僕とか君とかをよく言うんだけど、うん、番組は、うん、なんかそれは言わないようにした、逆に、うん、そうするとあのバンプっぽさ求められすぎるからみたいな、なんか絶妙に似てない寒さみたいな方に行っちゃうからみたいな、あ、それを危惧した勝手に結構でもコアな人向けだね。でもそう、なんか普通に考えたらさ、うん、なんていうかパッと聞きな感じだと僕とか君が入ってた方が、うん、バンプっぽさは出るんだよね。そうだけど、うん、なんかそれでバンプでしょって言い切る自信がなくて、あ、なるほどね、自分の僕とか君たくさん入れたからバンプっぽくなったでしょ、そうそうそうみたいな雰囲気にしたから、そうそうそう、なんか絶妙にそこが難かったから、今日多分ねちょっといつもより詩が時間かかってた気はする。確かに、うん、かなぐらいかな、うん、でもまあ全体的に楽しかったよ。あの何やっぱりアジカンの時もそうだしさ、うん、そのまあ、凛としてしぐれの時もそうだけど、やっぱ自分がめっちゃ好きなバンドをこうやって模倣するっていうのが面白いね。気づきがあるしね、聞かなかったっていうのがすごいなるし、うん、なんかやっぱ出来上がったらめっちゃいい曲やってる、うんうん、あとバンプの、これバンプ自身の話だけど、うん、あの天体観測、元々の天体観測と2022年版の再録の天体観測、天体観測、天体観測中国人だね。なんかすごいミックスの違いでこんなに、あれこんなベース動いてたっけってなるけど、ね、実際は、実際に本当に動いてたりとか、うん、あと、もともとのやつって、すごいローがないように、ないんだけど、うん、でもなく聞こえないの不思議だよね。確かに確かに。なんかいろんな気づきとか、気づきというか研究をもっとできるところはあるんだみたいな、ね、うんうん、まあ、確かにね、リファレンスこれですっていう時にもうちょっと惚れそうだね、うん、例えばだけどね、うん、さあ、というわけで、というわけで、まあ、今日のね、曲のね、感想だったりは曲の方もコメントしていただきました、うん、じゃあ、次の曲で何やろうかね、なんか思いついた。お、何か。あれ、俺あれやりてえなと思った。ロカビリ。うおー、おー。かわいい、あの子はなななななな。それロカビリじゃねえくねえか。ロカビリじゃない、ロックンロールか。ロックンロールだな。うん、ロカビリはもっとなんか、なんていうかギターがね、結構細かいみたいな。ロックンロールだ。ロックンロール。あ、いいよ。あの A ちゃんで行こう。A ちゃん。なんかね、最近その。スーパーハイスクールロケンローがさ、うん、流行ってんのよ、あのショーツで。あ、そうなんだ、うん、だから、これっぽいの作ったらおもろそうと思って。じゃあ、まあ、A ちゃんのもともと組んでたバンドを知ってる、後ろのキャロルっていうんだけど、あー、聞いたことある。キャロルはなんか、うん、まあ、あの一番有名なやつだと、うん、なんだっけな君に重曹買ってあげるじゃなくて、なんだっけなそれはあれだな、バンド、グループ魂、グループ魂が出てる。違う、ね、君はファンキーモンキーベイベーだ、ああ、おどけてるよか的な、まあキャロルの曲は基本ロックンロールなんだけど、うん、あ、この突っ張りハイスクールロックンロールはあれなんだね、あ、それ銀杯だ、銀杯だね、うん、なるほどね。でもまあ同じような感じだ、まあね、だこの辺のやつ、あのキメキメのさ、書きやすい方でいいと思う。じゃんじゃんみたいなやつ、じゃんじゃんてかね、これに関してはマジで、うん、もう大体その決まってるから、コード進行は大体決まってるし、うん、で、まあ決めも、なんていうの、ちゃんちゃら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 、大体表打ちじゃん。うん、表打ちだね、うん。ちょっとやりたくないこれ。やりたい。てか、やんなかったね、今までよく。やってないってない。ブルースとか、その、なロックンロールっていうのは、意外とやってなかったね。ブルースもやってないね。じゃあ、いいね、なんか、その、もう多分、母体大体決まってるからこそ、うん、俺は、おのおのの楽器を、より、なんか、リアルにやったりとか、そういう楽しさが、あるだろうし。はいはいはい、まあ、しかも、まあ、ギター、ソロだね、うん。あ、楽しそう。決定決定早い、はい。ごめん、これはね、仕込んじゃいました。仕込むっつうか、まあまあまあ、あの、普通に昨日、おとといとかにショート見てて、うん、なんか、それ流れてきた時に、あ、これやりてえな、みたいな。
え、そのショートはその音楽、それはそもそも元々の原曲じゃなくて誰かが歌ってるカバーです。いや、え、その原曲を、ちょっと早回し、あのね、 VTuber の 3D バージョンで全身こう動くやつでみんな踊ってんの。あ、そうそうそう、それでなんか どっかの事務所のその VTuber がみんなやってて、それを、うん、でそれ見て、ああ、このこれ系の曲いいなと思って、うん、なるほど。ああ、こいつ、こいつ。ああ、もう本当に。なるほど。これ見て、なんかいいな。なるほど。よくない？なんか。うん。この頃の。あの、今、あれしてるから音は流せないんだけど。うん。そう、こういうやつがあって。うん、っていうので、ちょっとね、これ持っていきましょうってことです。いいじゃん。じゃあ、ね、ロックンロールですからね。ロックンロール。俺多分ずっと楽しくギターを弾いて。俺は踊りながらやっぱ歌うからね。そう、なんか、その箱の中でガタ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 。そう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 。ちゃんとあれだよね。あの、ウッドベース借りといて、弾くんだよね。急になんか、ブン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 。しかもあれウォーキングだよね。結構。まあ一応なんかある程度形みたいな感じだね。ああ、そう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 、もうほんとこんな感じって言って今弾いてたやつをさ、次ちゃんと使ってたかもしれない。もんもよほんときのってバンバン使うと思う。でもロックンロールって意外と作ったことないかも。いや、俺もないよ。弾いたことって、なんかもう、一流作家の仲間入りみたいな、うん、俺もないよ、ね。普通に、なんか話に入ろうとすると、やっぱね、プロ側の感じになっちゃうんだよね。全然そう思ってないんだ、俺はね。いや、でもマジで、なんかロックンロールっぽいのを、たまに途中で、なんか例えば2サビの後に一瞬挟んで、また先に戻ることはあるけど、うん。はいはいはい。なんか遊びとしてね。うん、前編それってないな。ないね。そうだね。もうゴリゴリのにしよう。ゴリゴリで。ゴリゴリロケンローしよう。ツイストできるんですね、うん。これだから意外と、まあ、老若にゃんの楽しめる。老若にゃんの。あれ違うね。老若男女。はい、楽しめると思います。そうだね。ね、若い子ももしかしたらなんか、てかあのノリは、まあ、流行ってるよね、ちょっと。やってた楽しい。ちょっと前だっけ、なんか、流行ってるじゃん、あの、特に、ね、なんか俺 の、 あの親友くんがいるんだけど、はい、その子の嫁とかがそういうの好きで、あの金山とか名古屋だから名古屋金山ね、金山であるらしいんですよ、ツイストパーティーみたいなやつ。 ある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 よね、うん、あっち流行ってる、なんか、うん、てか、うん、そうだね、あったあったある。だからそれを踊ってるなんかストーリーズとかたまに見るから、じゃそれこそまあもう何周も回ってさ、あのね、リーゼントもさ、あとああいうきちっとしたさ、なんつうの、服装もさ、はいはい、パキッと決めたやつも、まあなんかおしゃれというか、そうだね。ね、まああの当時はもうなんか気合入ってんなみたいな感じだけど、うん、今は手軽にではないけど、おしゃれ的な感じで、まあそうだね。おしゃれ番長決めてるあれもあるから。一番ダサい言葉言っちゃった。おしゃれ番長。この世で一番ダサい。いいじゃん。ロックンロール。え、番長と数え。え、なになに。メモっとこう、一応ロックンロールってメモっとこう、これなんだこのメモはってなりそう。確かに伝統間のことだと思わずに、なんか寝ぼけてロックンロールってつぶやいてる。ロックンロール変人だよ。ロックンロールね、ピン止めしといて、あれに、うん、ピン止めしといて。ああ、じゃあそうか、クッサンの方に LINE でロックン、なんかやばい、それこそ変なやつみたいになって、ロックンロールピン止めしてんじゃねえよみたいな。確かに、ロックンロールね。まあ、まあ、次回はロックンロールね、したいです。でもさっきのさ、あの話じゃないけどさ、うん、あの作家みたいやんみたいな、作家のコメントみたいな。ああ、はい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 。いやでも普通に3年で70曲作ったやついないぞ。
いや、そうだよ。それこそさっき、多分カメラ、ま、もう止まった後かもしんないけどさ、70曲作ってさ、うん、1回もライブしてないっていう、ストックしかないわけ、ね、うん、お前ら、なんでそんな地下にずっと潜ってんだよ、みたいな。みんなライブさせてくれよ一応もう公約として1万人行くまでやんないんだよ、俺たちは。いやー、でも、ライブやるよう、もしライブをするってなったらさ、うん、もうその時点でさ、70曲の中からさ、まあワンコーラスとはいえさ、うん、普通、じゃあまあ、なんだろう、まあ、普通12、3曲じゃん？何時間やろ？普通のワンマンの。あ、ワンマンね、うん。だけど、まあ別に、まあそんな長くやんなくてもいいんだけど、うん、1時間の整理だとしたら、はい、まあ、それでも5曲ぐらいは。1時間だったら俺40分は喋るから。うん。まあ10曲ぐらいは、まあまあ普通にやるね。やるじゃん。だから俺らで言うと、その3倍ぐらいはできる。できるね。いやでも、ちゃんとフルコーラスになったやつを持ってくっていうパターンで行きたいね、本当はね。うん。それはもちろんそう。うん。まあでも、そういうね、瀬戸り考える回とかもね、できるからね、もしね。うん、バンドの時、瀬戸りとか考えてた？ほんとそう。俺、もう丸投げ。それはだから誰かが考えてたんだ。そうだから、どのバンドの時も、うん、なんか俺あんまりそういうの分かんないというかさ、うん、あのまあ例えばじゃあアルバム10曲作ってアルバム出しますだったら、うん、CD のアルバムってもう順番変えれないじゃん、はいはい、だからまあそれは結構考えたりとか分かるんだけど、うん、10曲あってまあ5曲でいいや、うん、そのバンドが5曲しか前まだないって、うん、ライブをやるってなった時にまあその5曲全部投入するわけじゃん、うん、そうするとさ、1回ライブやったらさ、うん、もうその流れがベストだってなっても、でも2回目、3回目の時にさ、なんか変えないとやっぱいけなくなるじゃん。そうだね、そうだね。うん、なんか、でも、この間の流れ結構ベストだったんだけどな、うん、みたいな。で、1曲ぐらいバラードがあるから、このバラードをラストにするわけにもいかないし、頭にするわけにもいかないから、うん、まあバラードまず真ん中だよね、みたいな。うん、で、そうすると、1曲目ってさ、大体勢いのある曲じゃん。まあそうだね。大体ね。だからそうなると、この中で、瀬戸りの中ではまだ2曲ぐらいしかないから、まあ、この A を1曲目にするか、B を1曲目にするか。うん、でも、そうすると、他の3曲ぐらいって、もう、動かしようがあんまなくなってくる。はいはいはい、はい。どんだけ曲ないん？いや、なんか、まあ、とりあえず5曲しかないとするとね。確かにね。うん、まあ、それが10曲、20曲になったら、かなり楽しく、うん、その、セッティングというか、瀬戸りもできると思うんだけど、そう、なんか、だから、俺は本当にね、普通に任せてた。まあもちろんバンドメンバーで、その、この曲がこうこうっていうのはあったけど、うん、基本俺、そうだよね。いや、なんかね、俺がなんで自分で決めてたかっていうと、つなぎとか考えるの好きだった。MC とかの。MC じゃなくて、例えば曲2曲続けてやるとしたら、この曲、そう、この曲をつなげるとしたら、こういうフレーズ弾いてもらって、みたいなのを、全部組んだ状態でセトリ作って、うん、で、こここうしてほしいから、これ考えてとかを言うのやった、うん。で、ここで MC こうして、で、MC してる時に、こういうフレーズを流してくれ、みたいな、こういうこと言ったみたいなのを全部考えるのが好きで。だから、その頃ね、ライブ DVD オタクだったのよ。ライブ DVD オタク、すっげえニッチオタクだね。そう、だからライブ DVD だったら、うん、好きじゃないバンドとかも見てた。いろんな、だから YouTube とかなかったから、昔ね。はい、そういうなんか DVD 系をさ、友達とかから借りたりして。ああ、でもなんかあったなぁ。俺もさ、地元に帰った時にさ、うん、ゲオにさ、100円でさ、結構有名なバンドの DVD がいっぱいさ、もう叩き売りみたいなやつだよ、うん、さ、もう俺、買い占めたもん。その中にニューファウンドグローリーとかもある。いいね、うん。なんでこれ100円なの、うん、そう、あともう普通に、グリーンデーとかなかったかな。なんかだからニューファウンドグローリーでしょ、うん、あと、イナゴライダーもあった。あ、いいね。イナゴライダーのとこも100円だったから、買うでしょ、うん、いっぱい買って見てたね。そうそう。なんかね、うまいバンドってね、そこがうまいんだよね。一、うん、曲一曲もちろんうまいんだけど、つなぎの、うまいよね。うん。だからなんか、だテンポ感とかもさ、そこを考えて、うん、この曲の後にこの曲やっちゃうと、例えば、ちょっとテンポが遅い曲に聞こえちゃうとかね。うん、140の後120の曲やると、120が110ぐらいに聞こえる。聞こえるね、うん、そう。その辺も全部考えた上で、なんかやってるの、やってんだろうなとか。うん、だから その辺が、なんか、ただ MC だけやって、うん、曲行きますは、まあなんか、その曲ごとを聴ければいいっていう人もいるけど、うん、なんていうか、やっぱりバンドマンとしてはそこに芸を
持たせたりとか。なんかやっぱちゃんとこうライブならではの何かを仕込みたい、ね、そうじゃないと変なの CD で聴きゃいいじゃないかっていう理論に負けちゃうから。そうそう、だから結構ねその見まくって、あこの演出めっちゃかっこいいからパクリてみたいなのが多分いっぱいあったんだよ俺。でそれをやるために俺が作ってた感じで、セトリをね、うん、はいはいはい、でこの演出この前見たやつかっこよかったからこれやりたいからこれとこれつないでみたいな、アルペジオで終わる曲とアルペジオで始まる曲つないでみたいな、はいはい、そう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 、そういうのをね考えに好きだった。まあ、それやるとギタリストが急に、うん、いやその曲はカポだから、いやその曲は半音下げだからって言って言い出すね。いやいやそんなすぐ繋げれねえからって言って、じゃあ全部半音下げで弾けよって言う。それは結構音程変わるから。まあでも電動までライブやるってなってもね、一旦俺じゃあセットに考えて、うん、それはちょっとよろしくお願いします。なんか繋ぎの動機とかはワンチャン別に考える。そうそうそう、ここまでこういう演出したいんだっていう妄想だけしたね、うん、セントリーを考えるとすごいよね。でもこの目線に慣れてんのはバンドマンを一回通ってるからだと思う。まあそれはそうだね、うんうん、まあなかなかね他のなんかなんだろう、バンドやったことなかったらやっぱりそこまでもしかしたら目線いってないかもしれないしね。いってない、うん、じゃあなんかもしねバンド他のバンドもし見る時があったりしたら、うん、ね、それがワンマンだったらもちろんだし、あの本当にできてるバンドだとブッキングの 5,6 曲の時でもやっぱりやってるバンドはやってるから、うん、そのなんか一番良くないのはさ、やっぱなんていうか無音の状態が続いてしまうことだよね。それはそう。だから何かしらあのドッドカッドッドッでもいいし、うん、なんかアルペジオでもいいし、何かしらをそこにいさせておくっていうのがやれてるバンドとやれてないバンドで、うん、2曲目3曲目のさ盛り上がり方とかも全部変わってきちゃうというか、うん、そうだね、そう無音の状態になった瞬間なんか、ね、スンってこう現実に引き寄せるよね。そう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 、なんかそれがバラードとかで、うん、なんかボーカルがアカペラでその後スッと入るとかだったら、またなんかそれはそれ鳥肌なんだけど、その無音の後に盛り上がっていくぜって言われてもいやいやいやみたいな、うん、今一旦盛り下がりましたけど、そう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 、一回落ち着いたけどねみたいな、うん、だその辺は上手いバンドは本当ね、なんか曲以上にそれバンドライブバンドとして上手いなと思うけど、確かに、うん、それはそう。まあレッチリにしてもね、あの MC っていうかそのあれよね、その MC ない時とかさ、ずっとフリーがさ、うん、それ見てたりとかさ、うん、なんかまああれがまあ一応流れだけ考えられてて、そのつなぎがまあそんなだったとしても、うん、そういうパフォーマンスがあるからいいよね。そう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 、確かにレッチはもうほぼアドリブ で、うん、でもなんかわかんない、その中にもいろいろあるのかもしれない。でもなんかつなぎを綺麗にしてるイメージはないんだけど、一曲ドンドンって感じなんだけど、うん、なんか間でみんな遊ぶからそれっぽく聞こえるみたいな。あれさ毎回ワンマンだからいいけどさ、うん、ブッキングだったら終わりだろうね、時間お前らどんだけ時間伸ばしとんねみたいな。下手したらさ最後の一曲やれずに終わるってこと、終わる絶対ある。待って、レッチリがブッキングは絶対出てほしくないけど。そうだね、レッチリブッキングしていいバンドが少ないよな。絶対、まあなんかもちろん今の地位だったらやんないだろうけど、例えば昔どうだったんだろうね。まあ海外ってあんまブッキングっていう、いやあるでしょ、文化あるのか、あるでしょ、だってベックでみんなブッキングしてた。あ本当、いやなんかツーマンとかスリーマンぐらいが多い。あーでもそんなもんじゃない、なんか日本たまにさ、日本でっかいところで言うけどさ、この前行ったライブもめっちゃいたもん、ね、まああれはまあサーキットイベント的なあれもあるから、うん、けどサーキットじゃないかあれは、まあ、フェス朝から夜までとかで、うん、俺一番あのぶっちゃけきついなと思ったのは、うん、十何バンドでイベントがあって、うん、ほらほら、もうまだ二十歳ぐらいの時で、うん、もう何も分からずとりあえず出てみようみたいな、そしたら十何バンド出るということはまあ十何バンド分のさ、じゃあだいたい平均すると1バンド 4人だとしても40人いるわけじゃない、うん、そうだね、だから要は結局客席だいたいバンドマンその、ね、うん、出場するね、でその人たちそんなに真面目に聞かない、うん、で真面目に聞かないってことはまあだいたい楽屋に戻る、うん、楽屋に30人ぐらいがいる、うん、楽屋いられない外行くみたいな感じで、もうなんかすっごい悪い空気だったのね。あでお客さんもまあいるんだろうけど、うん、お客さんもさもうそんな朝から晩まではもちろんね、そうだね、だからお目当てのバンドを見たらもうどっか行っちゃう、ね、このイベントに意味があんのかなと俺ぶっちゃけ思って、うん、多分ないんだろうけど、はいはい、ただまあそのイベンター的には分かんないけど、もしかしたらまあ
要するにリハもないから、うん、そのギュッてやってでお金だけもらって、うん、儲かるイベントなのかもしれないけど、うん、俺はその時にねなんか東京出てきてまだ間もない頃だったから、うんはいはい、なんか東京って大体こんな感じなのかなとか思って、それ勘違いだったんだよね、うん、全然勘違いだけど、もちろん大体のブッキングはまあ5バンドぐらい、まあでもさ名古屋とかよりは多いよねやっぱりそういうの、うん、やっぱあ名古屋ってさないじゃんあんまりそんなぎゅうぎゅうに、まあそこまでないとってか、うん、そうだね、うん、だからだしあのね名古屋とかってやっぱ地方にさあのライブハウス多いじゃん、だから楽屋クソ広かったイメージ、ああそれそうなんだよ、うん、安城のね夢希望は、ねうん、バカみたいに広い楽屋てかまあ田舎あるあるなんだけどさ、うん、そうだから東京やっぱライブハウス下手したらあの楽屋も狭いし、うん、あと動線が一回客席を通んなきゃいけないあるあるある全然ある、あるあれ東京だけだ よ、 だけだよ多分あのシステムは、うん、いやオースオイスもそうだよ、あ本当、ああそうか、だってオースオイス奇跡の、うん、あの屋根裏部屋みたいな天井がめちゃくちゃ近いとこが楽屋だから、はい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 、あでも東京結構その屋根裏っぽいとこ楽屋あるあるだね、うん、まああれオースだからやめてくれと思って、でも今までで、うん、あの行ったライブハウスの中で一番楽屋広かったのが大阪だわ、どこ、パン工場、パン工場っていうライブハウス知らないな、あって、うん、もう体育館ぐらい広いマジでそこをさもうでもライブハウス自体も広いんでしょ、だからライブハウスの分てか楽屋って感じ、会場も広いんで、あそうそうそう、あそういうことね、そう会場狭くて楽屋が広いってことじゃないじゃないじゃない、もうそれはね、うん、すごいね、あそれはローディーでついてたんだけど、あその時はすごかった、だからまあ逆に言えばそんだけだだっ広いのに仕切りがないのよ、うん、だし鏡でもないから、あだったらまあちゃんと分けて、そう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 、その1バンドずつっていうね、うん、あのちょっと売れたバンドがあの経験するあの、うん、あれね、うん、うん、個室ね、うん、で逆に今まで行った中で一番良かった楽屋は、うん、ミュージックファームだね、藤井が丘、そうそう、うん、もうないのか、知らない、俺行ったことない、じゃあそこ何がいいスタジオついてる、あー夢希望タイプだ、うん、あそうなんだ、うん、夢希望はスタジオ兼ライブハウス、あそう、楽屋にスタジオが1個ついてて、あの楽屋の楽屋あのホリデーとかってさ、あでかい楽屋にちっちゃい楽屋2つがついてる、なんかあ小分けされてるとこと、はいはいはい、でかいとことシャワールームみたいな、はい、ビジュアル系用だから、はいはいはい、でなんかこうって感じだけど、うん、そこもそういう感じなんだけど、そのでかいとこがもう団らんスペースみたいな、ソファーバーンって、あ、はいはいはい、でちっちゃい楽屋が2つぐらいあって、うん、でプラスシャワールームとスタジオが1個と、スタジオが1個とあんのもろい、そうそうそう、だから適当にそこで練習できるの、あれしてきて、だから音出しとかみんなやった、そうすごいね、しかも同じアンプが確か置いてあんのかな、おースタジオ、あライブハウス、そうそうそう、あそれはいいね、確かそんな感じだ、そこのね楽屋が一番感動したんだよ、なるほど、じゃあ東京のライブハウスで一番、うん、まあライブハウスの規模感で、うん、俺の中で一番楽屋が広いな、ここはおかしいだろうと思ったのは、うん、なんだっけ、新大田フィーバーだ。フィーバーね。フィーバー俺行ったことないんだよな。そこはね、めちゃくちゃね、楽屋が広い。へだそれで言うと、ライブハウスの、てかそのステージとか客席よりも楽屋が広い。うん、なんであれはね、ちょっと比率おかしいなと思ったけど、多分作り的に、なんかまあちょっとそういう感じになってるんだろうけど、うん、まあもちろん普通にあのステージもそんなに狭いわけではないんだけどね、はいはいうん、フィーバーはね一番、あーまあそうだな、まああとちょっと地方に行けばね、立川ホテルとかまあ広いんだけど、まあそうだね、その東京都内のね、うん、一等地というかそういうところで行くと、まあ、新宿とか渋谷とか、まあ、あの辺は狭いからな、まあ基本狭いじゃん、まあデカめの会場だったらね、もちろんデカいけどね、うん、そうそう、まあそうか、ライブハウストークでした、うん、なんか久しぶりになんかあれだね、もしかしたらその、うん、こういうトークを求めてるから全然出たりっていうか、ああまあね確かに確かに、うん、バンドマンっぽいというかね、うん、裏トークで、ね、裏トークだし見れないもん、ね、うん、普通にだってし、なんかさ、じゃあ楽屋行って挨拶しようってなるぐらいの、うん、バンドさんと、例えばバンドやってなくても知り合いの人がいるわけじゃん、うん、そのぐらいの人ってちゃんとした楽屋じゃない、うんうん、あ
の規模的に、まあね、だからそういうなんか狭かったんだよねみたいなとこの楽屋には挨拶いかんでも外出てきてくれるから、うん、いかんと思うよな、うん、そういう意味で言うと結構レアだよね、うん、その今は逆に一番狭かったの3スターだ、ね、あー名古屋今行け、うん、あー名古屋のライブハウス、俺実はね、なんだっけ、RAD だっけ、ラッキーとか。あ、はいはいはい、ある、ね。あそことかはあるけど、なんか別にそんなに行ったことないんだよ。名前は L サイズ？いや、フィッツオール。L サイズは俺の時はなかった。おあ、できたぐらいやったかな。L、フィッツオール。だから名前はさ、もうバンバンもちろん聞くんだけど、うん、でも別にずっと東京にいるから、別に行かないじゃん。で、18までマジで、夢希望と、うん、あと、カリアのロッキンも一応その、はいはい、あったね、あったね。楽器店とライブハウスっていうか、うん、とスタジオが全部入ってるっていう。うん、あったね。もうだから、あれが一番、なんか、ある種ベストの形ではあると思うんだけど、そことか、くらいしか行ってなかったなぁ。だからほぼほぼ夢希望にいたタイプだから。てか、まあ、もう、安城にいるとそうなるんだよ。まあ、わざわざ名古屋まで行かなくても、ね、そこにすごいでっかい有名なライブハウスがあるから。チャリで5分ぐらいで行けるし、もうなんかね、うん、なんだろうね、名古屋、名古屋でライブやってると便利に使われやすい、ああの変なライブとかめっちゃブッキングされたもんね。まああるあるだね、うん、東京もそうだと思う。いやなんかこう半分愚痴なんだけどさ、うん、なんだろうな、ライブハウスのね、まあ、店長さんもちろんいい人もすごいいるし、うん、実績もある人もあるし、まあ そういう例えばさ、赤い公園を配信しましたからね、はいはいはい、まあ全然あるんだけど、まあ8割ぐらいはなんか口が上手い人が多い。多いね。多い多い。君たち本当にいいバンドだねって最初はそこから入って、でじゃあどう売れるかっていうとみたいなところからもうなんか 丸め込まれて、じゃあ次のブッキングはみたいな。そう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 。もうあの当時ね、本当にね、俺は一番笑ってしまったのは。うん、まあ、どこのライブハウスとかも何も言わないけど、なんか、まあ、当時そのインストバンド、うん、某インストバンド俺やったじゃん、うん、で、まあ、インストってさちょっと特殊じゃん。そうだね。そうだからあんまいないよねやっぱ今でも。もちろんそう、うん、でまあだから変な話、歌物のバンドとやっても、うん、まあ、あんまり見ないかなっていうところはあったから、まあまあまあ、逆にちょっと そういうのが生きる、うん、あれを探してた時に、ああちょうどいいあのブッキングありますよみたいな、うん、あじゃあちょっとやってみようと思って出てみた。そしたらリハをあのスタジオでのライブハウスに入ったら、うん、まあリハしてて、うん、あのもうそもそもねバンドメンバーが いなくて、あ、うん、弾き語りかなと思って、うん、そしたらなんかあのなんていうのこう立てるさ、うん、普通にこういうなんていうの厚紙みたいなの立てるさ、やつあるじゃん。あの、なんか芸人さんがさ、持ってるようなさ。ああ、はいはいはい、はい、あの、めくりみたいなやつ。うん、あるね。それが、ポンって置かれて。うん。何が始まるんだろうと思ったら、うん、紙芝居が始まって、うん、紙芝居して、で、あ、これなんか、その、いわゆる、なんつうの、最初の3分ぐらいやって、うん、そっから、オケで歌うんだろう。はいはいはい。30分、それ。すご、すごない、うん、俺さ、さすがにさ、バンドだしさ、うん、東京出てさ、うん、来てさ、その、まあ、割と有名なライブハウスなんだよ、うん。まあ、あの、バンド名言わないけど、うん、有名なバンドいっぱい出てるんだから、うん。で、初めてそこのライブハウス出て、これはねえだろうと思ったもんね。でもちゃんとやりきった。やりきったよ。やりきったし、なんならその日撮影入ったから、うん、撮影、カメラマン入ってたから、うん、まあ、今でも YouTube に映像残ってるけど、うん、まあ、俺らはもちろん、楽しんでね、その場をやったから全然いいんだけど。紙芝居と一緒にセッティングすな。確かに。どっちのお客さんも使うの、それを。ってのは、あの、当時の、いろいろ、ありました。いろんなね、話は多分、どんどん出てくるんで、ね。どんどん、これは多分ね、本当に終わんなくなっちゃうから、うん、もう今、40分ぐらい話してる。だからみんなね、あの、もしこれ見てね、こんな話聞きたいとかっていうことは、ね、あ、確かに確かに。書いてくれたら、あの、ちゃんと用意して話すわ。うん。そしたら、うんうんうん、あの、じゃあ、これ、コメントあったから、ちょっと今日この話しますって言って、うん、お互い用意してたよね。今まで一回もまだないけど、お題もらえたら全然それで話してない。全然それについてたんですね。うん、確かに確かに。なんで。なんならね、この企画会議じゃなくてもそういう動画出してもいいし、もしあったらね。今だったら、
多分ね、言ってくれたらすぐ喋れると思う。そう、うん、もうだってコメントねえもんいや見てくれてる人は結構ね増えてるなっていうのは再生数見てね、うん、思うけど、コメントはねえまあちょっと勇気がいるかもしれない、ね、確かにね、うん、全然好きな食べ物は何ですかから、ね、でもいいよね、全然いいです、うん、まあ音楽系がありがたいというか嬉しい、ね、嬉しいかなはあるけど、逆にそのプライベートすぎることは全然言わないからねそんなこと言われてもみたいな感じだから普通にあのデントマの枠内でね、うん、質問してたら嬉しいですよと、はい、そんな感じですね。まあちょっとあれだね、あのザックバランに話すというよりは次回からちょっと音楽的なことをねちゃんと話すように、うん、しましょうねはい、ということで、じゃあ次回はロックンロール、ロックンロールやっていこうと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。よし、あれ西川、あ、そっち気絶タイプ、うん、西川くんでよう